どうも皆さんこんにちは、チャックマツです。今私はスペイン、マドリードに来ております。これから電車に乗って空港に向かい日本に帰ります。今回利用させていただいたのは AC ホテルズバイマリオット、4日間利用させていただきましたけれども非常に良かったです。ということでタクシーで帰るつもりだったんですけれども、父が電車に乗りたいということで電車に乗って空港に向かうことにいたします。ちょっと雨が降っているんですけれども歩いていきましょう。それではアトーチャ駅に到着。雨の降りがすげえ強いです。では中に入ってまいりました。階段がすごくて息切れ、すごい大きい駅みたいですね。では空港に向かいたいと思います。予定変更、このアトーチャ駅からバスが出てるみたいなんで空港バスに乗っていきたいと思います。乗り場を探しましょう。それでは来たところがバス乗り場だったっていうね、一番残念なパターンですけども、空港バスに乗って空港を向かいたいと思います。どうやらクレカのタッチ決済が使えるようなのでそれで行きたいと思います。それでは停留所到着、203のバスに乗ってエアポートに行きます。クレカタッチ決済が使えるみたいですね。ハロー、 OK? Thank you。それでは乗車しました。クレカタッチ、この機械でも払えそうですけども入り口で払いました。1人5ユーロ、750円ぐらいですか、まあ、これで15分間隔で運行されてるみたいなので利用しやすいですね。では2、30分揺られたいと思います。それでは乗車して30分程度、ターミナル1に到着しました。今回私はルフトハンザ航空なのでターミナル2におります。この次ですかね。それではマドリード空港ターミナル2到着。ちょっとまだ早いですけどもチェックインできるか聞いてみたいと思います。こんな感じのバスでやってまいりました。ここに今回利用するリフトハンザ書いてあるんでここでいいのかな、行ってみたいと思います。ルフトハンザのチェックインデスクが全然わかりません。ひとまず探したいと思います。このスーツケースに幅を引っ掛けるこのベルト、めちゃくちゃ便利ですね。 Amazon で1200円ぐらいで購入しました。その後100均に売ってることを知りましたけども、どうやら100均のやつはね結構緩くなるのは早いみたいなんで Amazon の方がいいですかね。今までこれ使ってなくてカバンが落ちたりしてたんですけども、これ使ってから1回も落ちないですね。めちゃくちゃおすすめ。ということでルフトハンザのゲート到着、チェックインできるか聞いてみたいと思います。それでは無事チェックイン完了いたしました。セキュリティチェック等々を済ましたいと思います。ああよかった、ラウンジも2人使えそうです。それではセキュリティチェック終了。 E1 ゲートなんでその近くのゲートのラウンジに行けって言われたんでそこでゆっくりしたいと思います。ではこの E1 ゲートに行きましょう。ここですかね、ちょっとここで聞いてみたいと思います。 E69 番ゲートの近くで使えるって言われたんですけど、ルフトハンザの持ちはなし。とりあえず行ってみたいと思います。特にプライオリティパスとかも書いてない。それではラウンジ入ってまいりました。こちらにコーヒーマシンがあり、パスタ、スープ、よくわからないものがいくつかあります。あとパンだったり、あとこれはティーとかマヨネーズとかいろいろあります。あと豆系もかなりびっしりありますね。でそちらに飲み物があって、下はゲートが見れるようになってます。でまたねサンドイッチとかもヨーグルト、めちゃくちゃいろんなものありますね。これはめちゃくちゃすごい、ここまで充実してるのはなかなかないですよね。でもちろんワイン、スパークリングからいろいろあります。シャンパンもありそうですけどちょっとよく見えないですね。でもこれもすごいですね。でこっち側にはフルーツがあったり、キウイ、バナナ、あとこのよくわからないのが何でしょうか、これオリーブが入ってるのはわかるんですけどね。あと人参、大量の人参ですね。でラウンジ内はこんな感じ、かなりでかいです。こっちはソファーエリアになってて、その奥は横になれる場所もありそうですね。これはいい、寝たかったら十分寝れますね。で会議室とかもあっちゃったり、こちら側にはキッズスペースとかもあります。いやめちゃくちゃでかいですね。ではお昼いただきましょうか。それではもらってまいりました冷製の人参と
パスタ、あとこのよくわからないジャガイモソースなのかチーズなのかかかっているホットミールいただいてまいりました。ではもちろん最初はカールデダンとかっていうスパークリングワインだったと思います。結構苦味があってうまい。パスタ、粉チーズがこれでもかっていうぐらいかかってるんで、ほぼほぼ粉チーズの味しかしないけど美味しいです。ではこの冷製の大量の人参、オリーブオイルなのかな、この人参はね本当にオリーブオイルしか味ついてないと思うんで、人参とオリーブオイルの味が交互に来る感じでうまいです。でもちょっと量が多すぎますね。このキノコをいただきます。キノコなのかな、これはエリンギとパプリカが入っている感じ。味付けはほぼほぼこのポテトソースの味しかしないですね。はい、まあでもあったかくて非常に美味しいです。後から気づきましたけど、これ白身魚も入ってますね。それでは2杯目はサンミゲルいただきたいと思います。マドリードに着いてからね飲んでたミホだったかな、そんな名前のビールとまた全然味が違ってうまい。それでは3本目はエスペシャルアマバー、こちらのビールいただきましょう。こう苦めでうまい。これも食べない方がいいものランキング第1位のポテチを食べてビールを飲みましょう。では登場まであと2時間ぐらいありますので、しばらくゆっくりしたいと思います。このラウンジには奥に行くとお手洗いと一緒にシャワーブースもあります。ここで待ってれば利用することができるそうです。ということで今清掃してるみたいなのでちょっと待ちたいと思います。それではシャワーブース入ってまいりました。清掃の方が目の前にいらっしゃるのでね、その方とやり取りして利用させていただく感じですね。見てください、シャワーブースめちゃくちゃ広いですね。ここに謎スペースがあって、お手洗いにタオル、そしてなんとバスローブまで置いてある。これはかなり珍しいですね。ですけども、特にアメニティはシャンプーリンスぐらいしかなさそうですね。で、こちらがハンドソープ。で、中に入るとシャンプーボディーソープですかね。はい、置いてある感じで。シャワーは固定式のみです。ですけども非常に広くてめちゃくちゃ良さそうですね。ということでサクッと浴びたいと思います。それではシャワーサクッと浴びました。これからね3時間の後14時間ぐらいのフライトなんでありがたいですね。では最後にいただくのはアハモブラリザーブ、ほとんどラベルが書いてないようなこのビールいただきます。ガツンと後から苦味が来てうまいですね。うん、やっぱりシャワーの後はビールですよね。しばらくこれ飲みつつゆっくり過ごしたいと思います。それでは、今回 D の66番ゲートということで、歩いていきたいと思います。いやこの空港めちゃくちゃ広いんで早めに移動しないと大変ですね。それではゲート到着。今回ミュンヘン経由で帰ります。 LH1805 便ですね。あと10分ぐらいで搭乗開始になりますので、ここら辺で待ちたいと思います。今回スターランスゴールドなのでグループ2で搭乗いたします。未だにどうやって並ぶかがよく分かんないので、とりあえずここら辺で適当にいたいと思います。
Hola. Thank you. それでは登場していきましょう。だいぶ登場まで遅れて20分ぐらい、いや30分遅れましたね。まあとりあえず 1,2 で登場できたんで、手荷物も早めにしまえるでしょう。ということで登場していきたいと思います。今回は 28-D っていう座席ですね。父と一緒に通路側真ん中を押さえております。外資系の航空会社、コックピットが見れて結構胸熱ですよね。これがヨーロッパによくあるなんちゃってビジネスクラス。やはり優先搭乗はいいですね。行きもめちゃくちゃ手荷物しまうところ争奪戦になってましたからね。それでは無事搭乗いたしました。今回エアバス320ですね。まあ、ここにエチケット袋とかいろいろ入っております。足元はかなり広め、ゆっくり行けそうですね。昨日の夜にもうルフトハンザ航空から満席なんで、手荷物はできるだけ事前に預けてねってメールが来ておりました。おそらく行きと同様パンパンなフライトになると思います。それでは優先搭乗で搭乗しましたので、しばらく待ちたいと思います。それでは間もなく離陸いたします。機内安全ビデオは行きも全然放映されないし、 CA の方もしないと思ってたら、前の方で一人だけやっておりました。身を乗り出さないと間違いなく見えないですね。これはびっくりです。ということで間もなく離陸です。機内サービスはなく、ミュンヘン到着です。有料でお酒とかコーヒーとかを配ってたみたいです。それでは間もなくミュンヘン空港を到着です。夜景でズームしてるとさすがに画質が良くないですね。ミュンヘン空港到着、ラウンジ行きたいと思います。私の飛行機はこれですね。 LH742 関西国際空港行き H-38 ですね。ということで行きたいと思います。ということで今回ね、関西国際空港経由で帰る感じですね。これしか航空券が取れませんでした。このミュンヘンの空港は2022年の世界一周の時に来ましたね。ここのエアポートホテルのヒルトンがめちゃくちゃ豪華で良かったです。ということで H ゲートまで15分ぐらい歩くそうなんで、ブラブラ歩いていきますか。あんまり時間がないですが、ラウンジやっているみたいなので行ってみたいと思います。それではラウンジの中入ってまいりました。サラダとお酒も、まずはビール、いろいろありますね。スパークリングもありそうで、フレッシュジュースとあります。あとソフトドリンク、コーヒーマシン、あとはこちらにはクッキーとかがあります。プレッツェル、あとみかん、バナナ、あとデザート系とホットミールもあります。これは美味しそう、チキンの煮物みたいな。あとカレーかな、まあ、適当にいただきましょうか。とりあえずビールいただきましょう。ちょっと時間がなくて調べることもできなかったですが、ドイツのビールっぽい読み方がわからないビール1本いただきます。それとネギ塩チキン炒めみたいなのをもらってきました。ではいただきます。結構癖のあるビール、でもうまいです。さっきのフライトで全く寝なかったので酔いも完璧に覚めましたね。いただきます。これはなんかシチューみたいなのにチキンが大量に入ってる感じ。美味しそうね。思った以上に時間がないので、これ食べてゲートに向かいたいと思います。それではゲート到着、 LH74B 大阪関西空港行きです。まだ搭乗始まってないですね。待ちたいと思います。それでは搭乗していきます。
それでは無事登場いたしました。今回40の H という座席、エアバス350ダッシュ900なので、やはりめちゃくちゃ綺麗ですね。 USB Type A、 イヤホンジャックとうとう入っておりまして、足元もかなり広めです。あるのは枕とブランケットのみですね。約10何時間のフライトですね。はい、こんな感じになっております。それでは間もなく離陸いたします。ありがたいことに隣の隣はいらっしゃいません。3列私と父で使わせていただきます。それでは無事離陸しました。ちょっともう映ってないですけど、機外カメラからも確認できましたね。それでは約12時間半のフライトを楽しんでいきたいと思います。それでは機内食の時間になりました。巻き寿司とうどん、あとこれは何でしょうか。選択肢は何か、ジャパニーズヌードルっていうのだけ聞こえたんですけど、これが何なのか全然分かんないですね。で、飲み物はルフトハンザ航空はウイスキーが無料でエコノミークラスでも提供されてるのがいいですね。いただきます。ウイスキーがかなり濃いめでうまいです。じゃあジャパニーズヌードルからいただきますか。これはうどんですかね。ルフトハンザ航空はエコノミークラスでもメニューがもらえるのでいいですね。これはマウルタッシェンとほうれん草のクリームに、ベジタリアンブリングをほうれん草クリームに乗せてということで、なんだか全然わかんないですけど美味しいです。トマトベースのお料理っていう感じですね。のり巻き、この海苔巻きは息も出ましたけどうまい。これね、どん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 ほうれん草がたくさん出てきて、バターが効いててめちゃくちゃうまい。こんなところですかね。あとゆっくりいただきます。うまい。食後にもう一杯いただきました。ありがたいですね。これを飲んでしばらく休みたいと思います。ではおやすみなさい。それでは朝になりました。ぐっすり寝て、ほうれん草と卵と、なんだろう、トマトソースみたいな、あとパンとヨーグルト、ビスケットバー、こういうやつよくありますよね。で、飲み物はウイスキーの水割り。ちょっと銘柄は見えませんでした。かなり濃いですけど、色的にかなり濃いのが分かる気がする。ガツンときますね。フトハンザ航空はエコノミークラスの長距離路線で持ち込みのサービスやってるんですね。めちゃくちゃありがたいですね。ではいただきます。これはオムレツみたいなトマトソースが、うまい。このほうれん草のクリームソース、バターはしっかり、うまい。まだチビチビやりながらいただきます。かなり濃い。機内食が終わったので、さっきもらったクラッカーで残りの酒飲みたいと思います。中はこんな感じの、本当にクラッカーっていう感じで、チーズとか挟んで食うのは美味しそうなやつですね。まもなく関西国際空港に到着です。夕焼けが綺麗ですね。
それでは無事関西国際空港に到着しました。エアバス350-900、尾翼カメラビレンのめちゃくちゃいいですね。素敵です。これから羽田駅に乗り継ぎます。それでは関西国際空港到着。ひとまず手荷物受け取って国内線乗り継ぎます。一本早い飛行機に変更したいけど叶うでしょうか。空席があれば無料で変更可能と伺っております。それでは便を一つ前にしてもらって、プレミアムクラスしか空いてないそうなので私だけプレミアムクラスで搭乗したいと思います。父に聞いたら私はいいって一点張りなんで、まあいいでしょう。差額は1万円ぐらいということで、まあ仕方ないですね。そのままでもいいんだとね、終電間に合わなくてタクシーになっちゃうんですよね。では手続きしてもらいましょう。それでは乗り継いで制限エリアに入りました。では搭乗ゲート行きましょう。まあせっかく来てるんだったらやはりプライオリティパスを持って大手順に行かないわけにはいかないですね。ということで今回は父のプライオリティパスも作ってきましたんで行きたいと思います。それでは3400円分プレミアムクラスさんで食事が出るので山崎いただいちゃいましょうか。12年もの。それと炭酸水もあるみたいなんでそれで済ましちゃいたいと思います。それでは山崎12年届きました。いただきます。これが12年なんですね。12年もの飲んだのは多分初めてかもしれない。めちゃくちゃうまい。食事しない人もこうやって楽しめるのはめちゃくちゃいいですね。ゆっくり食べます。それではボテジュも行ったんで ANA ラウンジ行きましょうか。ラウンジ関西ですよね。もう山崎で結構酔っ払ってます。結構前に中の紹介やりましたのでやりませんけども、なんと氷結が飲めるんですね。これは飲むしかないですね。いただきます。氷結の作り方はグラスをコップ1杯入れて氷結のボトルからワンプッシュ、その後ソフトドリンクのサーバーで炭酸水を1杯に入れます。ということでいただきます。ではいただきます。久しぶりにレモンサワーめちゃくちゃうまいですね。では搭乗まで10分ぐらいゆっくりしたいと思います。それでは搭乗ゲートに来たらもう搭乗開始してたので搭乗していきたいと思います。今回私はプレミアムクラス、父上は普通席ということで行きたいと思います。ありがとうございます。ということで無事搭乗いたしました。ボーイング 787-800 です。ヘッドホンとスリッパがありますね。今回マドリードから来ましたけども、最後にめちゃくちゃいい席でいいですね。ゆっくりお酒を飲みながら楽しみたいと思います。お酒をたくさん飲んでるということでスローガンにさせていただきました。 YouTuber なのにすいません。それでは機内食到着。これがちりめん山椒ご飯、生ハムのホールサラダに白身魚のフライ、これが鶏肉と人参の和え物、サバのなんとか焼きと豚の角煮だそうです。ということでめちゃくちゃ美味しそうですね。いただきます。おしぼりも高級感があっていい、ね、ではいただきます。あとお味噌汁もついてます。久しぶりのお味噌汁はしみますね。山椒ご飯、このご飯めちゃくちゃうまいです。さつまいもとインクもね一緒になって、あとこのプチプチもねアクセントになってなってめちゃくちゃうまい。では酒はスパークルです。いただきます。生ハムの
potential. ポテサラの味がしっかりしててめちゃくちゃうまい。カニクリームコロッケと白身魚。はい。これはサバ。これは鶏の煮物かな。いや本当に腹パンパンです。ごちそうさました。では2杯目はちょっとメニューが下げられちゃったので同じスパークリングワインを飲んでいこう。先日お話しさせていただきました細かい話で話した新しいプレミアムクラスで提供されるお菓子、ちょっと名前が思い出せないですけどもこれもいただきました。甘いんですよねきっとね。いただきます。食感的にはどうなんだろう、軽めのクッキーみたいな、これはコーヒー味みたいな感じなんですかね。ちょっとコーヒーっぽい味がして美味しいです。ぜひプレミアムクラス乗られた方は、これ最近始まったサービスなんでね、ぜひ試してみてください。結構美味しいです。ということで私は2杯目のワインをいただきつつミックスナッツでいっぱいやっていきたいと思います。いやーめちゃくちゃ飲んでますけどかなり酔っ払ってまいりました。アーモンドいただきながらの、最高ですね。ちょっと遅れてるようであと30分程度で羽田空港に着きます。ということでゆっくりアーモンド食べながらお酒を楽しみたいと思います。それでは無事羽田空港到着いたしました。ということで羽田空港到着いたしました。長々とねスペインマドリードからミュンヘンを乗り継いで関空、そして関空から羽田、ご視聴いただきましてありがとうございます。ということで今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。いや非常にね快適なフライトでしたね。ということで今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。